はい、今回は今現在世界ランキング1位の方がですね、ランクマッチで使用している世界最強と謳われた戦闘機の結論構築、こちらをですね、今回ね、ご紹介の方をさせていただきたいなと思うんですが、直近のデータというものをね、見てみるとですね、このね、リプレイデータというのがあるんですが、これはね、マスターデュエルのランクマッチをね、するときに残っていたデータ、直近のね、20戦分のデータ、皆さんもね、ランクマッチのこのね、リプレイデータっていうのは残っていると思うんですが、この情報がですね、衝撃的なね、真実を物語っているんですが、今のランクマッチにおいて、戦闘機というデッキが、ティア1であるということを証明してるんですよね。で、見てもらうとですね、これ20戦のデータのうち、1、そして2、そして3、3回しか負けてないんですよ。つまり20戦やって17戦は勝ってるんですよね。この衝撃的なデータっていうものがもう結果として出てるので、データは全て、データは嘘をつかないっていうことなんですよね。まあ今の環境はですね、まあいわゆるそのスプライト環境ってね、まあよく聞くと思うんですよね。めちゃくちゃ環境でね、プラチナ帯とかダイヤ帯とかゴールド帯、まあどの環境のランクマッチ帯でもよく見ると思います。でも、この戦闘機の構築は、スプライトに 100% 勝てます。もう一度言いましょうか。スプライトに 100% 勝てます。じゃあ、なぜそんな風にですね、確定的に、そして自信を持って言うことができるかっていうと、そもそも戦闘機という構築はですね、一番誘発のカードをタコ盛りできる構築なんですよ。で、今の環境っていうのは、いかにね、その質の高いね、誘発カードを採用するかっていうのが、まあ、環境において、スプライトに勝てるかどうかに関わってくるんですが、まあ、戦闘機にはですね、このウィドウアンカーっていうカードがあるんですけども、このカードがですね、スプライトにめちゃくちゃ強いんですよ。で、先行を取った時にこのウィドウアンカーを発動するのめちゃくちゃ強くてですね、まあ、相手のレベル2のモンスターのコントロールを奪えるんですよね。つまり、神の宣告なんですよ、これ。まあ、よくね、スプライトに勝つためにスプライトをね、よく対等して、スプライトにはスプライトじゃないと勝てないみたいに言われていて、まあ、その対抗策に神の宣告というカードを採用するんですよね。要は着地狩りすることが重要やから神の宣告で初動を止めるというのがあるんですが、ウィドウアンカーは相手のモンスターカードを奪えるので、アンカーを打つだけで相手は何もできなくなってしまうんですよね。だスプライト系の特殊召喚するカードが何もできなくなってしまうんですよ。さらにですね、このカードのやばいところは、マルチロールをね、併用することによって、ウィドウアンカーを相手のターンにね、使って、相手がこう、ウィドウアンカー使わしたって思ってもですね、マルチロールを展開することによって、ウィドウアンカーはエンドフェーズ時にセットされるんですよ。つまり、神の宣告と同じ火力を持った、カードが戻ってくるんですよね。で、今回ね、この戦闘機の構築はですね、要所要所ね、ポイントがあるので、まあ、初心者さんにもわかりやすくですね、丁寧に解説の方をね、デッキさせていただきたいなというふうに思うんですが、この構築見たときに、無限抱擁っていうカードが採用されていないですよね。で、この無限抱擁っていうカードを採用する時代とか、あとは墓穴の指名者というカードが今回採用されてませんよね。で、戦闘機って、その展開デッキじゃないんですよね。一枚のカードリンク召喚して、バーって展開する構築じゃないんですよ。なので、その、墓穴の指名者とか、それからまあ、まあ、展開には関わらないんですけど、無限砲とかこの辺のカード抜いてるんですよ。まあ、墓穴の指名者は展開をつけないっていう理由と、まあ、そもそもね、最近の環境ではですね、戦闘機は墓穴の指名者をね、入れない構築の方が強い。それを入れるぐらいやったら、参戦の際とかね、この辺のカードを入れる、パワーカードを入れた方が、さらに強いと。まあ、デッキの相性的なことを考えても、墓穴の指名者は最近抜かれる傾向にあるんですよ。で、無限砲が抜かれてる理由としては、無限砲を入れるぐらいだったら、ガンマを入れる方が1億%強いんですよ。で、まあ、エフェクトベーラーはね、このアクセスコードトーカーの、まあ、セレーネのね、魔法使いを釣り上げる効果に対して、エフェクトベーラーというのは必要なんですが、まあ、無限砲はね、正直いらないです。で、なんでかっていうと、まあ、そもそもね、ウィドウアンカーというさ、
別にメインモンスターさ、相手でも打てる最強カードがあるんですよ。だから無限包容を持ってく意味ってのはほとんどないんですよね。まあ、アンカーがしっかりと3枚積まれているので、まあ、アンカーと、このベーラーでね、モンスター効果無効、そしてガンマもあるので、まあ、かなりこれでね、十分対応できるんですよね。まあ、難しいことは考えずにですね、まあ、戦闘機、まあ、逃げろうかなと思ってる方で、まず大前提として、無限包容とか墓穴の指名者抜きましょう。もし勝てないという方ね、今戦闘機の構築で勝てないって悩んでる方は抜きましょう。あとね、無限包容が弱い理由っていうのがトラップカードなので、魔法カードを3枚墓地に貯めるっていうのが戦闘機のね、戦法になってくるんですけど、無限包容はね、魔法カードのカウントしてたまらないので、まあそういった意味でも、まあかなりね、相性が悪いって意味で、まあ最近は抜かれる傾向にあるのかなというふうに思っています。そして今回ね、雪うさぎというカードを3枚採用してるんですが、まあ今の環境はね、もうスプライトしかいないんですよね。で、ギガンティックスプライトに雪うさぎを打つだけで、まあ相手の展開がすぐに止まっちゃうんですよ。まあなのでね、今の環境のまあ戦闘機においては雪うさぎ3枚入れることを強くお勧めしたいなと思います。めちゃくちゃこのね、雪うさぎ刺さるので、まあ正直ね、春うららよりも強いと今言われていてですね、まあどの界隈でもですね、まあうららよりも雪うさぎの方が今は価値が高いんだっていう話、結構まあそろそろ聞く人が多くなってきたんじゃないかなと思うんですが、まあうららさん言える理由と同じく雪うさぎを3枚入れる時代が、到来したのかなと。まあクリップ今回ね、4本あるんですけども、雪うさぎがですね、もう必須級の強さだということが分かっていただけると思うので、まあ気になる方はですね、最後まで見ていただけると嬉しいなというふうに思うんですが、それからですね、あと参戦の際というカードを2枚採用してるんですが、今の環境スプライトがめちゃくちゃ多いので、この参戦の際をね、入れるっていうのもめちゃくちゃ強いですね。まあ戦闘機はね、前から言ってるんですけども、その時々の条件に応じた誘発カードを採用できるっていうね、誘発カードを入れ替えるだけでいいんですよ。だから非常にね、まあ環境にどんな環境になってもね、立ち向かうことができるということで、非常に強い構築ですよね。それからですね、まあパッと見ね、前回の構築と今までの戦闘機の構築と、まあ、違った部分が、前回追加されたセリオンズギミックが採用されていないというのがあるんですが、まあ今の戦闘機においてね、セリオンズのギミックはね、正直入れない方が強いと思います。まあ前回のね、スプライトが来る前の環境とかであれば結構強かったんですが、まあセリオンズを入れるぐらいやったらね、やっぱり参戦の際とか、まああとはこの雪うさぎとかね、それから強力なガンマを採用する方がもう100億 1000% 以上強いので、まあなんかスプレイトの環境的にはちょっとね、セリオンズはちょっと微妙な感じするので、まあ今それよりは誘発をね、いっぱい対応した強いギガンティックスプレイトを止めて相手の動きを封じたりする方が強いというのが今の環境なので、もうとにかく雪うさぎが強いから、まあ今期この雪うさぎっていうカード3枚積みが必須なんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。そしてエクストラデッキもですね、いつもの戦闘機と変わった部分があって、まあもちろんかがり2枚と雫3枚、これは固定なんですが、早手がね、1枚ね、減って2枚採用になってですね、霊使いのヒータと、ライナとダルクを採用するっていうのが今結構ね、流行っていて、で、ヒータに関してはね、結構まあ、スプライトのミラー戦でも多いんですが、スプライトエルフというリンク2のモンスターが非属性なんですよ。なので、そのエルフをね、蘇生して、まあ、使うたびにヒータを採用するとか、まあ、ダルクはね、もちろん汎用の闇属性結構多いので、ダルクは刺さるし、まあ、言わずもがな、ライナはね、結構汎用のリンクモンスターなので、まあ、このカードも採用してるということで、まあ、霊使いのね、この非属性と光と闇、これをまあ、入れることによって、幅広いデッキに対応できるようにしてるっていうのが、まあ、ポイントであると。まあ、ジークもね、今1枚採用なんですが、まあ、ジークも1枚採用でこったりるので、まあ、エクストラはもうこれで固定なのかなと思います。これが本当に一番強いです、正直。な、もう1年間戦闘機使ってきてますから、まあ、ある程度環境もね、把握してるので、まあ、自信を持ってね、ご紹介していきたいなと思います。で、この動画では、最近マスターデュールをね、始めた方とか、それからまあ、マスターデュールをね、復帰した方に向けて、まあ、戦闘機を握ろうかなって思っていらっしゃる方、まあ、そういう方たちに対してでもですね、非常にこう、わかりやすく、丁寧にね、解説して、まあ、この動画を1本見るだけで、今の環境の戦闘機がどんな感じなのかっていうのを全てわかるような動画の構成にしてあるので、良ければ最後までね、見てもらえると嬉しいなというふうに思います。はい。ということで、早速ね、ランクマッチの方をね、やっていきたいと思うんですけども、まあ、結構ね、Twitter とか、まあ、いろんな界隈で戦闘機苦しいと言われてるんですが、まあ、この動画を見終わる頃にはですね、そういった考え方、全てなくして、戦闘機はスプライトに
に有利なんだと、むしろスプライトに当たってくれた方がありがたいんだっていうぐらいまでね、精神が研ぎ澄まされていくと思うので、いや今期ね結構戦闘機めちゃくちゃ強いと思います。うん、このデッキを使ってダイヤ行くのもね簡単だと思うので、まあ、ぜひね参考にしていただけるとすごい嬉しいなというふうに思います。じゃあ早速ね試合の方へどうぞ。さあ一戦目ね見ていきたいなと思うんですが、さあまずはですね、戦闘機関マルチロールを展開し、いつものごとく戦闘機レイを召喚、そしてリンク召喚雫に変換していきますよと、そしてまあウィドアンカーを捨てていくんですが、今回サイフレームギアガンマやったかな、って撃たれてしまうんですけども、まあ今の環境ね、やっぱガンマっていう誘発がすごいよく多いですよね。やっぱりスプライトの関係上初動狩りがすごい多いんですが、戦闘機は全問題なんですよね。レイからの初動の場合は、早手に変換することによることによって、サーチはできないんやけども、まあ、早手をね、召喚してるので、またレイのね、入れ替え効果で、まあ、結構ターンをしのげると。で、まあ、相手の方がね、パンクの効果によって、まあ、サーチをするんですが、ここに対してヘクトベーラー。ただ、これね、禁じられた一軸で自分をね、リリースというか、墓地へ送ることによって、これ、うまいかわし方ですよね。サーチングしながら、早手の火力を下げていく。なかなか素晴らしいね。で、北シーチェーンをね、サーチングしながら、さあ、北シーチェーンの効果によって、手札を1枚捨てて、ディアノートを特殊化。さらに、スターターと。ただこれね、スターター打ってしまってるので、レベル2とかランク2しか出せなくなってしまったんですよね。まあ、ディアノートはね、ランク8、レベル8とかね、伸ばしていくカードなんですが、さあ、ここはね、ブルーはジェットにね、展開されて、スマッシャーを加えられてしまうので、ここ無効にすると。さあ、ここで。ブライトエルフを展開していくんですね。で、ここの屋敷わらし、雪うさぎっていう方がすごい重要なんですが、まあ、この時点でね、相手ね、ギガンテックスプライト出すじゃないですか。でも、ギガンテックスプライトはですね、雪うさぎの効果を使うと、相手は展開することなくね、墓地送りされてしまうんですよ。まあ、ギガンテックスプライトの雪うさぎがめちゃくちゃ強いんですよね。で、まあ、相手はランク2が消えたことによって、盤面に何もいないからスプライトの展開もできずにリタイアということで、誘発をしっかりと、要所要所に打つっていうのが今の環境ね、ものすごく重要なのかなと思います。まあ、2戦目もね、違ったルート解説していきたいなと思います。さあ、2戦目ね、見ていきたいなと思うんですが、さあ、今回先行ということで、さあ、まずは戦闘機、ホーネットビットを発動し、トークンを生成。そして、いつものごとくね、リンク召喚を行い、戦闘機、かがりをリンク召喚。さあ、これ、かがりで、今使った、ホーネットビットを回収していきますよ、と。で、まあ、今回の対戦相手の方が、楽園デスピアやったかな。で、まあ、いつものごとく、戦闘機雫に変えて、アンカーを伏せて、まあ、ターンを終了していくという、クリップなんですが、まあ、今回ね、この試合では、この楽園デスピアの攻略方法っていうものをね、今期の、プレイングというもので見せていきたいなというふうに思うんですが、さあ、まずはアルベロに対して、移動アンカーを打っていきますと。で、ここね、よくね、ルベリオンに対してね、打とうという人がおるんですけども、ここはしっかりアルベルに打つことによって、赤の楽園のかわしとかをね、なくしていくと。で、まあ、ここで楽園融合を発動し、悲劇のデスピアンとアルバスの楽園でルベリオンを展開していきますよと。さあ、ルベリオンの効果を発動し、手札を1枚捨てることにより、融合召喚を行いますよと。まあ、親の顔より見た動きですね。で、本当に、ね、今の環境戦闘機めちゃくちゃ強くてですね、さあ、いつものごとくアルバスの楽園と、ルベリオンをね、融合召喚当てることによって飛天竜ミラジード融合召喚。さあ、ミラジードの効果を発動し、効果使ってくれて、ここで、雪うさぎが刺さるんですよね。で、まあ、墓穴の指名者を打たれてしまうんですが、まあ、今期の環境ね、まあ、スプライトがすごい多いっていうのもあって、この雪うさぎがマジで強いんですよね。まあ、今回は墓穴の指名者で無効にされてしまったんですが、まあ、雫が除外されますよ、と。さあ、まあ、セッティングしながらバトル入って、4800ポイントのね、ダメージを受けてしまうと。まあ、デスピアもね、やっぱ本当に強い構築で、で、アルビオの効果で、やっぱこの布陣強いですよね。赤の楽衣さらに起動しながら。ただまあ、今回、ハーピーの晴れ暴気を持っているので、まずはハーピーの晴れ暴気で、バックをね、焼いていきますよ、と。まあ、相手は赤の楽衣を打つしかないので、まあ、ここでね、まあ、コズミックサイクルを打ってくると。まあ、ここでコズミックサイクルを打ってきた理由としては、多分戦闘魔法を貯めないようにするために打ってきたのかな、と思います。
まあ、3枚で墓地に魔法カードが溜まってしまうと戦闘にかなり強くなるので、まあ、溜めさせないようにためにするためにコズミックサイカルを打ったという感じですね。でここでまあドラゴタスペリアを立てつつ、アドリディルムの効果によって、除外されているね、ミラージェイドを展開。まあ、この盤面に見えるのがミラージェイドの除外効果のワン妨害プラス、ドラゴタスペリアのモンスター効果の妨害なので、これを乗り越えていく必要性があるんですよね。でこの手札を見た時に乗り越えるルートがちゃんと自分の頭にできるか、これ重要なんですよね。でここまず一つプレイなんですが、今マジックカードが墓地2枚なんですけど、チェーン1でエンゲージ、チェーン2でね、このリンケージを使うことによってエンゲージのドローを使うことができるんです。これ3枚になることになるからね。これ結構プレイなんですが、ナリキンゴブリン使いながらまずはアフターバーナーでミラージェイドの効果を発動させます。さあこれでミラージェイドの妨害が一つなくなったので、あとはね真ん中に存在する、モンスターの効果を無効にするねドラゴタスペリアを乗り越えればいいんですよね。じゃあこの手札に乗り越える必要性があるんですよ。でもここでカガリを出してしまってもいいんですが、カガリを出すとドラゴタスペリアに無効にされてしまうので、まあこういう時はですね、フォーネットビットが今回あったのでジークを使うことによって相手は除外されるの嫌じゃないですか。だからジークでドラゴタスペリアに当てることによってジークに打たせるんですよ。こういうプレイをすることによってですね、カガリを無難に通すことができるんですよ。つまりいつものようにカガリをリンク召喚して墓地のリンエンゲージを回収し、エンゲージの効果で、ウィドウアンカーをサーチングすると盤面が綺麗に処理することができるんですよね。まあ、こういうね、妨害をしっかり当てさせた上でね、重要なこのカガリをね、使っていく。これ戦闘機でめちゃくちゃ重要なプレイになってくるんですよね。さあ、エリアゼロで、今回まだこれ、ね、エリアゼロを引いたっていうのも強いですよね。まあ、まずアンカーでバトルフェーズに参りましょう。これバトルフェーズに参るというポイントなんですが、ドラゴタスペリアとカガリに殴っていきますよと。で、この奪ったカードをエリアゼロでドラゴタスペリアに当てることによって、もし戦闘魔法がね、あればですね、ドラゴタスペリア、今回リンケージを引けたので、ドラゴタスペリアを素材にしながら戦闘魔法を回収、メインモンスターゾーンを当てているんですよね。で、さらにリンク召喚、雫に変えることによって、雫のね、後続をサーチすることもできると。さあ、雫の効果によって、シャークキャノンと。で、さっきね、ミラジェードの効果を発動して、バスタードをね、墓地に送っていたので、バスタードをこのターン除外することによって、バスタードの効果を発動できなくさせるっていうのがポイントですよね。うん。さあ、ここでね、相手の方が、グレッシャーを展開したので、ここでね、増殖する G を打ちますよと。まあ、やっぱ増殖する G は今の環境に言うと最強誘発カードですからね。さあ、ここでアルバスの楽園を展開しながら、アルバスの楽園で手札を1枚捨てることにより、雫とアルバスの楽園で、危険竜ミラジェイドかな。まあ、この動き強いですよね。で、まあ、飛剣竜、ミラージェイド出ますよ。ただ、レイを召喚することによって、まあ、盾をね、作っていく。で、悲劇のデスピアの効果で、楽園融合をサーチしながら、ミラージェイドの効果を使ってくるんですが、これ確かね、対戦相手の方がね、このアルバスの楽園っていうカードが、なかったんかな？なんかリタイアしたんよね。確かこの辺でね、なんか楽融合を打たなくてなんかリタイアしたっていうプレイなんですが、まあ、今回ね、プレイの、見どころとしては、この2戦目重要なのは、相手に妨害をどこに打たすかを考えながら、しっかり妨害乗り越えていく。あそこのポイント結構ね、参考になるかなと思ったので、クリップの方をね、させていただきました。次の試合も見ていきましょうか。さあ、3戦目ね、見ていきたいなと思うんですが、さあ、今回ね、リンケージを持ってるので、リンケージの効果で雫を出していく。やっぱリンケージ以外には環境強いですね。さあ、ベーラ打ってくると。本当に誘発多くてね、今の環境、本当に誘発まみれの環境ですよね。遊戯王らしいっちゃ遊戯王らしいですけど、さあ、親の顔に見た着替えろを展開し、生き返ろを墓地に送る、ブルーを展開しながら、ただここはね、ジェットをね、さっきと同じ、ジェットをね、サーチされると、スマッシャーね、サーチされちゃうから、ブルーを止めることによって最小限におかし、止めていくと。で、ここで確かギガンティックスプライトやったかな。いつものごとく、親の顔より見たギガンティックスプライトをエクシーズ召喚。ただ、今回ね、雪うさぎというカードがあるので、雪うさぎで完全無効していくんですが、抹殺の指名者、ここで抹殺の指名者を打たれても、だが今回ですね、移動アンカーで奪っていくんですよ。まあ、さすがに雪うさぎで破壊したら一番強いんですが、これ奪えるんですよね。つまり相手の盤面にモンスターがいなくなるから、アーゼウスの変換できないんですよ。まあ、そもそもね、ギガンティックスプレートを展開したターンは、アーゼウスを展開することはできないんですが、まあ、奪うことによって、何もさせることがね、何もさせないようにするっていうのが戦闘機の強みですよね。で、ここでまあ、2枚ね、ドローしながら、リンク召喚にして、でね、今回やっぱね、前の環境からもそうなんですが、かなりがね、2枚になったことによってね、雑に切れるようになったっていうのはかなり強いね。
ね、これでアフターバーナーをサーチングするんですが、また無限包囲を打ってきましたね。無限包囲に対してはリンケージでかわすことによってかわせるんですよ。まあ、これは戦闘機のね、よくある、まあ、テクニックの一つなんですが、これで変えることによって戦闘機かがりの効果を通しつつ、早手でね、作っていくと。さ、マルチロールを張りながら、バトルフェーズで早手で殴って、早手の効果で戦闘機レイを墓地に送りますよ、と。さ、アフターバーナーで相手のカードを破壊しながら、さらにリンク召喚で、さらなる行動を持っていくと。で、ここで雫持ってくるんですけども、いや、戦闘機強くないですか？で、これ戦闘機雫の効果によって、まあ、またこれ無限包囲を打たれしまったと。まあなかなかやりますよね。ただ、マルチロールというカードが残っているので、このマルチロールのね、効果を適用することによって、アンカーをセッティングできるんで、これアンカー1枚でね、スプライト積むんですよ。スプライト強い強いってみんな言うでしょ。アンカー1枚で終わりです、これ。確かここでも、生き返る出していくじゃないですか。ね、生き返る出していくと。生き返るを出して、スプライトジェット。で、これ生き返るを奪わないのポイントね。生き返るを奪っても意味がないから、相手のジェットを奪う。これ相手の出してきたね、レベル2のモンスターを奪うことによって完全勝利をもたらすことができますよね。で、またね、エンゲージをセットすることによって、このエンゲージで後続サーチでまたね、アンカーとか持ってくれるから、リソースの差になった時にこのね、マルチロールというカードが非常にね、リソース合戦でめちゃくちゃ強いんですよね。このウィドウアンカーというカードをうまく使うっていうのがポイントなのかなと思います。さあ、4戦目ね、見ていきたいなと思うんですが、さあ、対戦相手の方が先行ということで、さあ、イビルツインスプライトですね。さあね、リーラに対して、まずはですね、裏打ってきますよ、と。で、まあ、ここでね、運よく確か止まったんかな。で、今回ですね、相手に増殖する G を打たれた時に、まあ、最小限の動きをしていくという、まあ、プレイを見せていくんですけども、まあ、まずはハーピーの羽暴機で相手のバックを焼き尽くしていきますよ、と。で、ここの段階でね、ナリキンゴブリンに対して G やったかな。で、G 打たれるんですけども、この G を打たれた時に、まあ、戦闘機ね、やっぱ G の受けっていうのが、ま、結構きつかったりするんですよ。まあ、どの構築もそうなんですけど、まあ、レインを召喚してですね、ここで雫にいきなり変えます。で、まあ、早手から雫とか行くとね、2枚ドローされちゃったりするから、雫に変えるだけ変えて、で、今の墓地がね、ナリキンゴブリとハーピーなんですよ。で、バトルフェーズ中にシャークキャノンで、これでマジックカードが墓地3枚になったので、ここでエンゲージでマルチロールをサーチングすることによって、いつものごとく、マルチロールと雫が揃えば、エンドアンカーというものが使えるんですが、エンドフェーズ時に雫の効果でウィドウアンカーをサーチして、マルチロールの効果を通すことによって、一妨害増やせるんですよね。で、まあ、イビルツインのスプライトっていうのは初動をね、奪ってしまえば勝ちなんですよ。だから、その、メインモンスターゾーン開けるっていうことプラス、このウィドウアンカーさえ打てれば勝ちなんですよね。で、これもね、1枚ドローさせ、相手は1枚しかドローしてないのに、ウィドウアンカーと増殖する G とかをこちら引いてるわけで、まあ、こんな感じでドローさせずに展開をすることによって、相手にね、リソース不足させず、まあ、G の旨味を減らしていく。これが4戦目のね、かなりいいクリップなのかなと思います。はい。ということで、今回は、今、一番強いと言われている戦闘機の構築をですね、ご紹介の方をさせていただいたんですけども、皆さんいかがだったでしょうか？まあ、ぜひですね、皆さんもこの構築を使って、ランクマッチで戦闘機をね、握って、まあ、感想などをコメント欄にいただけると嬉しいなというふうに思うんですが、まあ、今期の戦闘機握ってる感じはね、まあ、さっきも言ったんですけども、セリオンズのギミックを抜いて、無限包容とか、墓穴の指名者を抜くとか、誘発カードは刺さりがいのあるこのサイフレームギアガンマであったり、それからこの雪うさぎをガン積みするっていうのが、まあ、かなり相性的に、個人的にはね、感触としてはすごい良かったので、まあ、全く同じにできない人もね、いらっしゃると思います。やっぱ UR が高すぎて組めないという人もいると思うんですが、まあ、一つの参考にね、指標にしていただけると、嬉しいなと思います。まあ、雪うさぎなんかはですね、ミラー戦のスプライトの準構築にも入りそうなので、まあ本当にウサギめちゃくちゃ今環境ね強いので、まあ3枚組むのもまあ結構強いのかなと、まあ、かなり強いですね本当に
まあ強いからこんなね、同じことを連呼してるってのはあれですけどね。はい。ということで、まあ今回ちょっと長い動画になってしまったんですけども、まあ、私もですね、2月の月末、この戦闘機の構築でね、ダイヤ行かないと引退してしまうという悲しい、お知らせがあるんですよ。まあなんだかこのデッキを使ってね、ダイヤ1狙っていきたいなというふうに思うので、まあ今現状のランクマッチにおいての戦闘機で一番強い構築を今回ご提供の方をね、させていただいたので、まだダイヤ1行ってなくて、戦闘機で俺も行くんだという方はですね、この構築を、まあ、参考、一つの参考としてね、捉えていただけるという嬉しいなというふうに思います。ということで、ちょっと長い動画になってしまったんですけども、最後までね、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。失礼します。